ラク屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日は肩首のこりや悪い姿勢を予防改善するストレッチとマッサージをご紹介します。まず首の前面の筋肉を伸ばしていきます。鎖骨に指先が当たるようにして手をクロスして、手を目の中央にぴったりくっつけて皮膚を下に下げるようにします。それからゆっくりと息を吐きながら上に向いていきます。まずは吸います。気持ちがいい程度で行ってください。秒数も、5秒から30秒程度と、自分の伸びてるなという実感がある程度、気持ちよく感じられる程度でゆっくりと行ってください。胸の前側の筋肉はいろいろな作業の時に酷使される部分ですので、非常に凝っていて寝違いの原因にもなる筋肉です。次は胸鎖乳突筋を伸ばしていきます。伸ばしたい側の鎖骨に手を当てます。そして反対の斜め上を見るようにして、少し首を傾けますね。これで今ここが伸びてます。これが胸鎖乳突筋のストレッチです。反対も行いますね。次にこちらの美顔矯正という本を参考に、デコルテ美人になるボディーワークを行っていきたいと思います。首のラインを左右する斜角筋のストレッチを行います。まず真横を向いて、そこから斜め後方、高い位置を見るよう、なるべく高い位置を見るようにして、ここを伸ばしますね。はい、反対も行います。真横を向いて、そこから上の方を向いて、少し後ろの高い位置ですね。はい、次に斜角筋を伸ばしたままの状態で、手のひらの中央を鎖骨に当てて、このように軽く上下に動かしてほぐします。反対も行います。次は
床と水平になるように腕を真横に広げて直角に肘を曲げます。そしての腕を前後に動かすようにします。手を後ろに引いた時に鎖骨がくっきり浮かんでいればうまくできています。この状態からそのまま体に引き寄せるように下ろします。これは前肩の肩が前に出ている肩の矯正になります。一般的に肩がこういうふうに猫背になってしまったり、こういうふうに肩が前に出てしまっています、巻き込み肩とも言ったりしますけれども、こういうふうになっている方を胸を張って正しい位置にリセットするための方法ですね。この体勢からこのように体に引き寄せるようにして肩の位置を修正します。以上が、肩首の凝りを予防改善する、姿勢を矯正するメソッドになります。ありがとうございました。